超推してる村美優ちゃんの不倫報道出てますけど、逆に興奮している健太よしです。どうも健太よしです。はい、お疲れ様です。今日はですね、ちょっとまあ今日も例によって、目左目負傷中なのでメガネでお送りしますが、天皇杯の話をしていこうと思います。別にその芸能関係の不倫スキャンダルニュースではないですからね、このチャンネルはね。サッカーの話をしていくわけなんですが、まあ天皇杯がなかなかまたすごいことになっていますね。昨日もちょっと生配信して、生配信初めてね、このチャンネル史上最多の同節を記録した配信ありましたけども、まあ例のごとくね、JFA 公式はもう YouTube 天のハイライトのアップめっちゃ遅いですし、その割には SNS 禁止なんで、まあバカだなと思いつつ、ただまあ、いろいろね、この時代には SNS があるんで、その情報を踏まえつつっていう感じで話をしていこうかなと、思います。まずはそれぞれの試合結果を確認していって、で、あとはフルマッチ見たもの3試合あるんで、そこに関して考察していくって感じの流れであります。じゃあ、試合結果、こうなりました。まあ、たくさん試合ありますんで、そんな長いことはやりませんけども、まあ、パッ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 とテンポよくやっていきましょう。はい、じゃあ、まずこちらのカードというか、この画像。まあ、3つありますが、たくさん試合あるからな。ジャイアントキリング起こりましたね。J3 テケパジョール宮崎が J1 ジュビロ岩田を下すと、しかもアウェーで、という感じになりましたと。はい。これなんか、聞いたところによると、後半一緒のタイムで、PK 取って逆転したみたいな感じだったらしいんで、YouTube にもハイライトというか、ハイライトはないんだけど、なんかその現場の映像は残ってるんで、よかった。なんかなかなか、劇的な試合だったらしいですね。結構ブーイングも飛んだみたいな話らしい。あと、アルビとマリノスがやらかしかけましたね。アルビはそれぞれ北九州、J3 北九州、そして FC 岐阜、マリノスは FC 岐阜、J3 とやったわけなんですが、それぞれ PK まで行ったけど、ギリギリ勝ったみたいな、はい、感じの試合になりました。なんかまあ、マリノスに関しては、本当に疲れとかもあったと思うし、日程もきついから、まあ、ちょっと かわいそうだなと思いつつ、まあ、PK なんだか勝ち切ったし、あと、まあ、ここもなんかね、後半相性のタイムの、本当、マジのラストプレーで、同点ゴール追いついたみたいな感じらしいですね、マリノスがね。よかったです。マリノスはちょっと、別に FC 岐阜を攻めてるわけじゃないんだけど、マリノスに関してちょっと勝ってほしかったから、これは良かったなと。で、アルビはもうバカ試合でしたね、これね。なんか、もう、すげえ試合だったらしいけど、なんか、これはちょっと、ね、試合の展開としてどうなんでしょうかね。俺、絶対試合見てないけど、あと、北九州の30番がめっちゃ良かったみたいな話があるんで、まあ、ちょっとそこも、踏まえて、まずフルマッチとかどっかで見れたら見たいけどね。まあ、まだちょっと映像がどこにもないから、ハイライトもちょっと、アルビのハイライトは出てましたけど、アルビの得点シーンしか映ってないから、ちょっと悲しいですね。早く上げてほしいです。まあ、なんとかでも勝ち切ってよかったね。PK はちょっとアルビが全部、決めて、北九州は3人外したみたいな話あったけど、まあ、ベちゃんも頑張ったんでしょう。はい。で、あとはちょっと思ったのは、岡山愛媛な、これ7-1だったらしいんですけど、なんか、愛媛が、森脇が、キックオフ直後にもスーパーゴール決めたみたいな話あったけど、7点取るのはすごいですよね。何があったのかちょっと気になるんで、ここも早くハイライト待ってます。そして、やっぱり今回の、2回戦の注目カードは2つですよね。ジャイキリ特大のやつが起こりましたね。J1 首位マツダゼルビアを筑波大学が倒すという感じになりましたし、あと、名古屋グランパスをジャパンサッカーカレッジ新潟県代表のチームが下すという感じになったと。まあ他にもね、ちょっと突っ込みどころたくさんありますよね。エスパルスが 9-0 だったり、広島は11-2とかいう話もあるんで、小学生かみたいな、小学生のなんかね、すごいスコアこんな感じよく見ますけども、まあ福岡も 8-0 だし、あったけど、まあやっぱこのね、筑波と、名古屋、この話はやっぱちょっとしておかなければならないだろうなと。これからフルマッチを振り返っていきましょう。ジャイキリ2発起こりましたね。J1 名古屋グランパスを新潟代表のジャパンサッカーカレッジが、下すという試合、まずこちらの話をしていこう。以下 JSC と言います。ジャパンサッカーカレッジは、名古屋は 3-4-3 だと思いますし、 JSC はね 4-4-1-1 とか 4-4-2 みたいな感じで、サッカーしてましたかね。でこれはやっぱね、名古屋がほとんどの時間で保持をしてたと思うんですけども、やっぱこの試合の展開としては JSC の良さと名古屋のしょぼさが、まあ、これ両方出た試合だったと思いますね。JC はね、やっぱ、いい、守備できてたと思うわ。まあ、ほんと、めちゃくちゃこのディフェンスラインと、ミッドフィルダーのこの間のスペースをほんと消せてましたし、めちゃくちゃコンパクトだったし、で、あとは結構揺さぶれてましたけど、ほんとにみんなでこうスライドして頑張って対応してたと思うし、ちゃんと挟み込むみたいなこともやってたから、かなりみんなの守備意識高かったですよね。で、奪ったらカウンターしたと思うんで、で、名古屋というと、まあ別にボールたくさん持てるから、保持して体力をセーブしながら攻撃できてる割には、ところどころ、入れ替えられてしまったりとか、ちょっとフィットネスが、
えみたいな感じのところもあったし、大学生あのね、学生に負けんのかみたいなところもあったし、あと5トップでいい感じに広げてはいるんですけど、センターバック3枚のちょっとキックがあんまりね良くないんですね。届かなかったりとか、あと体の向きでそのまま出しちゃったりとかね、結構やっぱこう攻撃面での貢献度はちょっと低い感じはしたので、ちょっとここはどうなのかなみたいなすごい思いました。でなんかこう試合全体を通してみたら、名古屋も JSC もお互いに全然チャンスがないみたいな感じの結構硬い試合だったと思いますね。でまあそうこうしてるうちに2人入れ替わられてしまって、JSC E クロス入れてファーで合わせて先制するという感じになりまして、名古屋ここから焦るわけですから、最後20分くらいはね、まあ、攻めるんですけど、もうほとんどねパトリックに放り込んで頼みますみたいな感じのね、アメフトでいうヘイルメリーパスみたいな感じのあの攻め方してて、もうこれ完全にミス待ちだったんですよね。だから結局 JSC がミスしなければ特に問題ないみたいな感じで、で入れ方もね、まあもちろんいい時はあるんですよ。深いとこまで行ってマイナスの折り返す時もあるんだけど、そうじゃなくてほとんどなんかこうアーリー気味に、でしかも結構浅い位置から入れる時も多かったから、これだとちょっと可能性低いだろうなみたいな、適当に放り込んでんのかなみたいな感じで、あんまり意図が目立たない、対処されてしまう感じのブロー上げてばっかだったから、一回ドキついクリアミスありましたけども、それ以外はほぼまあパトリック一回クロスバー当たったシーンもあったか、ヘディングで。でもそれ以外はやっぱりね、なんか結構負けるべくして負けたって感じだったんで、ちょっとこれはさすがにブーイング起こるやろうなって思いましたし、まあちょっとね、あの名古屋はこれはちょっと無様だったなっていう風には思いましたし、 JSC すげえ頑張ったなって思いますね。はい、そして、最後はやっぱりこの今回の大会のあの今節のね、あのベストゲームというか大サプライズ、町田ゼルビア対、名門筑波大学の試合でしたが、これなんと1対1で、そして PK まで行って筑波が勝つという感じの試合になりました。ただこれね、なんだろうな、やっぱニュースとかハイライトとか民主党はちょっとこう分かんないんだろうなっていうちょっとところもあるので、ちょっとそこを話していこう。442同士でやったと思うんですけども、まあ、ゼルビアはやっぱ代表で何人か離脱してるわけですんで、まあ、ベストメンバーじゃないんですよね。まあ、それみんなそうですけどね、どのチームもそうなんだけど。で、筑波が結構ボールをうまく動かしてたと思いますね。すごくね、まあ、柔軟だったと思います。ダウン3したりとか、ボランチ片方降りて3枚作ったりとかしたし、で、あと、結構飛ばしてましたよね、キックで、高い人らしサイドバックだったりとか、サイドハーフに結構飛ばすみたいなとこもやってて、やっぱ J リーグのチームとちょっと違うのは、技術に自信、まあ、自信ないわけじゃないと思うけど、なんかむやみに真ん中に入れないところで、ゼルビアに引っ掛けられないようにしてたところだったと思うね。なんか結構 J リーグで見ると、不用意にロストしてゼルビアのショートカウンター食らうみたいなシーンが結構あるんですけど、そういったことがあんまり筑波にはなかったかなと思うので、ここはすごくいいところだったかなと。まあ、ゼルビアに対して筑波が本当に真っ向勝負で頑張ってやってたっていうのは間違いないと思う。あと、セリアで結構勝ってましたからね。すごいなと思った。で、ゼルビア結構押し込まれて、で、あと、ちょっとゼルビアがかなりね、この試合は不運がかなり続いたとは思います。怪我人前半の半分だけで、最初の前半の前半だけでね、2回あったしね、2回交代枠使ってしまいましたし、で、筑波とかなりフィットネスで、差がありすぎるがゆえに、ゼルビアが早すぎるがゆえに、ちょっとアフターで入ってしまうみたいなこと結構あったんですよね。で、そこにあんまりイエローカードが出なかったっていうのもちょっとあったんですよね。シンプルにこの、スライディング下手だったし、安井の先制点の時は。あれは止まんなきゃダメだし、なんならもっと早くスライディングしろやと思ったし、あと、筑波ももちろんすごいんですけど、ゼルビアがこの、コーナーキックは完璧に決めたんですけど、これね、やっぱまたおっぱいなんよ。このスペース、ゼルビアが狙ってくることなんて、試合見てたら絶対わかんのに、なぜかどこのチームもここ対策しないよ。だからディフェンスの時に2人攻めて2人、まあ1人置いとくだけでも全然違うんだけど、なぜかここがスカスカでね、でここにディフェンス置かないから、もうシュート打たれるし、で、ちょっとアフターでタックル入っちゃうしみたいな感じだから、ちょっと誰も得しないから、これは。なんかもうちょっとこう、しっかり研究してほしい。やっぱ研究してもできない理由があるのかね、俺はよくわかんないけど、俺は別にゾーンの1人削っててもここに置くぐらい価値あるかなと思ってはいるんですけどね。よくわかんないです。ここを一向にどこのチームも対策しないのはちょっとどうかと思います。で、後半は、筑波大学が互角に競り合う展開が続いたんですけど、最後ちょっとゼルビアね、ナサンホも怪我してしまいまして、ナサンホの節もちょっとあれはかなり結構きついものがあったし、あと70分で交代で入ってきたナサンホが できなくなってて、残り10分15分くらいかな、なんかその、交代役使い切ってしまった後だったんで、交代いなくなっちゃった
嫌になってしまって10人で戦ってたんですよね。でそしたらそこでこう隙つかれて同点ゴール決められるわけでしょ。ようやく延長に入ってからはエリキを交代入れられたんですけど、そっからデュークもハムストリングちょっとやっちゃったみたいな感じだったから、相当ね満身創痍だったし、うん、であとちょっとねゼルビアとしてはエリキの PK をね、あの延長のやつのあのストップされてしまったのもでかかったでしょうか。まあエリキがそこで決めてれば勝てたやろとは言えますけど、あれはキーパーがすごかったというふうに思いますし、あのキーパーの子はね、なんか大津高校の時にあの選手権の決勝で、まさ、あの青森山でボコボコにされたということで、なんかいろいろストーリーがあってね、面白いよねこういうのもね。で PK はまあご覧の通りですよ。筑波大学が勝つという感じになりましたと。うん、まああと話題になってんのは、まあゼルビアの黒田監督の筑波大学批判だよね。これはねちょっとね、まああのいろいろ読んだんですけども、まあこれはねいろいろ意見があるのはわかんのよ。だいぶ結構強い言葉で批判したと。本当に骨折があって何も得られないゲームだったし、VR もないし、基準も書かないとすごく憤りを感じたと。かなりひどい。レッドタック。こういったことが出ず、批判覚悟で言われるとサッカー選手の選手生命を脅かすし、サッカーマナーの悪い一面も見られたという感じで。で、逆に小井戸監督、筑波大の、ちょっとアクシデント的な怪我で、相手選手が欠けてしまったようなところは申し訳ありませんとは言ってましたね、ハーフタイムでも。ただ、これね、まあ、確かにいろんな意見あると思うんですけど、まあ、確かにわかるよ。俺の意見だよ、これ。確かに、これをゼルビアの、町田、ね、あの黒田監督が言うのはちょっとどうなのみたいなところはあるんですよね。確かにただそういう勝負を仕掛けてるわけですからね、ゼルビアは今シーズン。ただ明らかに筑波のファールってダメなやつばっかだったよ。それはやっぱ見ておくべきだと思う。ファールが下手すぎるね。ファールするにしてももうちょっと上手いファールってあったと思うんですけど、止まれよ。明らかにやばい。あのチャンミンギュとかもあれ結局骨折だったらしいから、明らかになんか洗面牛が行ってんのに、そっからアフターで入って、であの着地できなかったみたいな感じだったと思うんで、あれはちょっとかわいそうだったと思うし、ファールが下手だし、ゼルビアももちろんイエローとファールは J1 平均よりは多いチームだと思うんだけど、でもじゃあ1試合で2人以上怪我させたんかって言われたらそんなことないでしょ。怪我人も別に出てないと思う、そんなにね。まあゼロじゃないと思うけどね。だからさすがにちょっとこれゼルビアだけを批判すんのはちょっとなんか気持ち悪さを俺は感じるし、俺は普通にシンプルにゼルビアかわいそうだなっていう風には思いましたけどね。ちょっとみんなもうちょっとこう心に胸に手を当ててね、ちょっと考えてあげるべきかなと思うけど。でもちょっと俺が言いたいのは、もう大人が気をつけてあげなきゃいけないのは、別にこれで筑波の選手たちを集中砲火するのはダメだろうなとは思いますね。そこは絶対良くないと思うし、別に彼らも悪気あってやってるじゃないと思うから。まだちょっとファールが下手だったってだけの話だと思うから、まあ、そこはちょっとまあ、許してあげるしかないかなと思います。ただ、これを、まあ、糧にして次の試合と同じことすんなよとは思いますけどね。はい。以上です。こんな感じで天皇杯いろんなドラマがありましたけども、まあでもちょっとね、俺、最後ちょっと毒吐きたいんですけども、一番ムカつくというか、許せないのは JFA だよね。結局ね、このね、こんな素晴らしい天皇杯という面白いコンテンツを、全く活かせてないですよね。まあ、ルヴァンカップが今年ね、天皇杯形式になったから、まあ、やや、ほぼ天皇杯形式になったから、わかりやすく、如実に違い出てると思うんだけど、天皇杯の魅力を使いようとしてないよね。明らかに。主催はお前らなんだから、主催で金入ってくるわけじゃない。まあ、多分ほぼ入ってないと思うけど、で、結局、チームにとってはほとんどメリットないわけですよ。お金全然入ってこないわけよ。まあ一応多分なんかその、祝い金とか、参加金とか出るんでしょうけど、多分ほぼ利益ゼロでしょうし、むしろ赤字の可能性もある。で、スタジアムもちょっとやっぱね、主催の、ね、ホームゲームチームが運営してないから、大した、エンタメ性もないでしょ。で、結局、放映権を売ることすらもできないわけじゃないですか。地方クラブに。ね。今回例えばね、宮崎のやつだったらね、宮崎のテレビ局に売ってもよかったと思うんですけど、こんなね、名誉あるジャイアントキリングを、放送難民でね、なかなか見られない人も多かったと思いますし、宮崎のことは知らんけどね、本当はあったのかもしれんけど、でも、放送がない試合も多かったんよ、結局これ。で、結局 SNS 禁止でしょ？じゃあどうやって我々は情報を得ればいいのかと。で、わざわざ広げてくれる人が無料でね、何も言わなくても広げてくれるファンがいるのに、そこを利用しないっていうのはちょっとどうかと思うし、
ね、ハイライト上げるのも遅いしね。なんかもうせめて営業地方テレビ局にかけろよとは思うんですけど、それすらもしないじゃん。ね、無理なら SNS ちょっと許可出せよとも思うけど、なんかよくわかんないですよね。なんか結局、日本代表が頑張ってやってくれてるから、なんとか日本サッカーの面白さは持ってるけど、人気は持ってるけど、じゃあ JFA をまだなんかちゃんとやってんのかって言われたら、別に地方のサッカー盛り上げるとはしてないなと思うから、本当にこれ大丈夫なのかなと思う。ちょっと危機感を最後ちょっと言わせてもらって、毒をどんどん吐いていこうかなと思います。どうだろうか、皆さんどう思いましたでしょうか。いいなと思った人はメンバーシップ入ってください。金が欲しいです。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャオ、バイバイ。